大慈寺は、宮城県登米市東和町にある、曹洞宗の寺院。三号は、法輪山。本尊は、聖観世音菩薩で、奥州33観音霊場第14番札所で、ある。前身は、天台宗諏訪の森大慈寺と称し、藤原秀衡によって創建されたが、藤原氏の没落後退転を繰り返し、1429年、現在の岩手県奥州市黒井の消防寺4世、中山良用によって、曹洞宗として改装された。境内は、数度の火災に遭い、本尊は、運慶作の聖観世音菩薩であったが現存しない。唯一三門だけが改装当時から現存し、1972年10月17日、東和町から有形文化財に指定され、登米市以降後も継続している。また西行が諸国行脚中東寺を詠んだ歌が伝えられ、1983年3月、生誕800年を記念し歌碑が建立された。他に、本堂、秋葉大権現、京王塔、岩久碑と野久碑等がある。当時の境内に鎮座する、秋葉大権現を本尊とする、米川の水かぶりという火伏せの行事がある。この行事の起源は定かでないが12世紀後半、秀衡の創建時より、毎年2月の初午の日に、雲水の行として始まったものと伝えられている。5日、町地区の男だけが裸になって、腰と肩にしめ縄を巻き、頭から輪っかをかぶり、足にはらじを履き、顔にかまどのすすを塗り秋葉大権現に参詣し神の使いと貸し町に繰り出し町の家防を祈願する。町では家々に用意された水を屋根にかけながら走り抜ける。人々は男たちから藁を抜き取り屋根に上げ火伏せのお守りとする。藁装束の一段とは別に鐘を叩く、墨染めの衣の火男面と、天秤棒に手桶を担ぐ、女装のおかめの面の二人組が家々を回り祝儀をいただく。1971年に東和町、1991年に宮城県、2000年に国からそれぞれ無形文化財に登録された。また2018年11月29日、ユネスコから来訪神、仮面、仮装の神々として無形文化遺産に登録されると決まった。ありがとうございます。